ロスビータは、ゲンニーダーザクセン州、バート・ガンダースハイムのガンダースハイム修道院にいた10世紀、ドイツのベネディクト戒律、オサム修女、並びに、オットー朝ルネサンスに属するラテン語の劇作家、詩人。ロスビータという名前は、本人の主張によると、大声を意味するコザクセン語だという。ガンダースハイムのナイチンゲールとも言われる。古い規範画では、ロスビータのことを、ヘレナ・フォン・ロッソと記している。ロスビータの作品は恐怖のみならず、ウェルギリウス、ホラティウス、オビディウス、プラウトゥス、それに、自作詩の手本としたテレンティウスといった古典の詩への精通ぶりを示している。ロスビータの戯曲のいくつかは俗に、聖典とは認められない福音と呼ばれている。ロスビータは、貴族の生まれ。ガンダースハイム修道院に入り、神聖ローマ皇帝オットー一世の弟バイエルン大公ハインリヒ一世の娘で、修道院長だったゲルベルガの下で学んだ。バイエルン州立図書館には、プライマリダ以外の全テキストを含む写本がある。この写本は、複数の筆行により10世紀末から11世紀初頭にかけて筆写され、1491年と1494年に、レーゲンスブルクの聖エメラン修道院で、人文主義者、コンラッド・セルティスが発見し、1501年に、アルブレヒト・デューラーの挿絵付きで、最初の本が作られた。ロスビータの作品は3つの本に分けられている。レジェンダンバッチには、8つの伝説が収められている。無邪気で、信心深いこれらの詩は、叙事詩形式、具体的には、レオニュニシャンヘクサメーターン詩形で書かれている。題材は、聖書と、聖ヤコブの外典から取られた。オットー一世に作品を献上する、ロスビータを描いたアルブレヒト・デューラーの規範が、後ろで見ているのは、ゲルベルガ、ドラメンブーフには、6つの劇が収められている。劇は、多くが、対話劇の形をとり、中世のレーゼドラマの一例である。カトリック教会を描くのに、テレンティウスのスタイルを使っている。その動機について、ロスビータはこう述べている。劇の美しさに、心奪われた大勢のキリスト教徒が、テレンティウス喜劇の明るさを取り上げ、それによって、多くの堕落を学んだことは嘆かわしいことです。私が彼のスタイルを模倣することに決めたのは、彼が、徳の勝利を描いた、同じ手法で、聖書女たちの勝ち得た純潔を褒めたたえるためでした。自分が選んだ詩的表現形式に従って書く中で、汚れた愛の忌まわしい狂気を描くことになったとき、私はしばしば頬をあからめたものです。ロスビータが頬をあからめたのは6つのうち5つの劇に、描かれた官能的な愛のことである。ロスビータの修道女としての関心は当然、道徳的に高いものであり、誘惑に対して、最終的には、美徳が勝利する。残りの一つは、レオニュニシャンヘクサメーターン詩形で書かれた二つの歴史についての著作が収められている。1973年、バート・ガンダースハイムでは、ロスビータの名にちなんだ、ロスビータ賞を制定し、毎年賞が贈られている。ありがとうございます。